した小田哲郎さんで、いつまでも変わらぬ愛をです。この歌はポカリスエットの CM ソングでもおなじみですよね、うん、今オリコンチャートのナンバーワンも獲得しています。それでは聴いてください。小田哲郎さんでいつまでも変わらぬ愛をです。聞いた時に中村雅俊さんが歌ってるのかと思ったぐらいに声がすごい似てると思うんですけれども、今度モノマネやってみてはいかがでしょうか。大きなお世話でどうもすいませんでした。はい、ということでパンティーパーティーではですね、 PP ガールズと一緒に遊びたい芸能人を募集しています。先週の CC ガールズの綱引き、モアディープのツイスターゲームの他にも野球拳、相撲、フォークダンスとですね、放送コードに引っかかんなかったら何でも OK ですからね。ハガキにあなたの名前、そして 何かやりたい遊びを書いてですね、どんどんこちらの宛先まで送ってください。慶三君もね、恥ずかしからずにね、応募してね。それではコマーシャルです。土曜の夜は夢発見ドラマ、ハートに聞け。司会は人の心に入り込む達人島田紳助。見た人はみんな元気になること保証付きの面白ヒューマンドキュメントです。
毎週スタジオにさまざまなゲストを迎え、その生の生き様に大接近。今を熱く生きる人たちの頑張りに島田紳助が本音で迫ります。人間参加後に聞けば毎週土曜日夜11時30分目を潤ませながら絶賛放送中です。新開発ナチュラルマーク、できた。これがナチュラルマーク7000本。7000本は気持ちいい。実感ナチュラルマーク、お電話ください。アートネイチャー。水と緑の惑星地球は住みやすくなったのだろうか。世界最大級の恐竜化石を集めた大恐竜博、大いなる時の流れを超えて。新しい時代のファミリーミュージカル、オズの魔法使い。ドロシーと3人の仲間の夢と冒険の旅。オズの国は愉快な魔法でいっぱい。それでは久々に出席を取りたいと思います。はい、横須賀市の弥生ちゃん、それから宇津井高信さん、妻ゆうきこさん、さあそれから栃木県の佐野健二さん楽しいそれから坂口春子さんそれからそのお子さんの満1歳になる坂口ジュリちゃん。ジュリちゃんはまだ満1歳でね、1歳の子に見せていい番組なのか私もよくわかりませんけれどもね。さあ、そしておはがきです。山瀬さん、こんばんは。こんばんは。この間クラスメートと話していて思いついた企画です。 PP ガールズの姉ちゃんたちに色っぽく出席を取ってもらいたいのです、というおはがきなのでですね、じゃあ PP に渡します。このおはがきを、色っぽく出席をアミちゃんからじゃあ取ってください。はい、そこじゃないわ。そんなに焦っちゃダメよ、ヒロ君から。あーん、バカにしてんのか、おめはなんでそう書いてあるんですよ、うん、そう書いてあるけどもね。はい、じゃあ久枝ちゃんに期待をしましょう。はい、ダメよ、コウジ君、そんなとこ触っちゃ、感じちゃう。はい、おりちゃんに回してください。はい、あきらくん、大丈夫よ、私がリードしてあげる。うふこんな女いたら怖いはい、はい、私、まーくんが欲しいの、お願い、今すぐ私を抱いて。かいちゃんげんちゃんたらタフなんだわ、どえりゃ使えたがや名古屋弁でお願いします。ジョンジョンが本当に落としてくれてどうもありがとうございます。続いての曲に行きたいと思います。おりちゃん。はい、私は近藤真彦さんの少年の心をご紹介します。このシングルは6月21日に発売で、現在ツアーコンサートツアー中だそうです。ますます男っぽくなったマッチさんの曲をお聴きください。それではどうぞ。